こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、またあの事件ですね。旭川の中学生14歳の、女の子がですね、自殺をしてしまった。その原因がいじめにあったということですけども、このいじめがね、まだね、陰湿というかね、思春期の女の子には絶対にやってはいけないような、本当にね、こう大人顔負けと言いますかね、アダルトビデオみたいなことをね、指してるわけなんですよ。それをやっている加害少年、加害少女、女の子もいたんですけどね、こういったものがもう組織的にいじめてたわけなんですよね。でそこにも怒りを禁じ得ないわけですけども、何よりもですね、これを被害者の女の子がね、お母さんと一緒に相談していた学校が、対応が全然できていなかったと。その事件を知っていながら隠蔽して、それからね、警察もそれを取り扱わずに、で最悪の結果になってしまったわけなんですよ。このね、女の子が大人たちに、先生たちに、警察ですか、警察にも相談しても何にもしてくれないところの、このね、世の中全部からいじめられているようなこの疎外感、これどうですかね、想像できますかね。担任の先生も、校長先生も、警察関係者も、学校関係者も、教育機関も、全てがね、この被害者の側に立たずに、むしろね、加害者を守る側に立ってしまったと。加害少年にも将来があるからとかね、加害者の方にも人権があるからって、確かにその通りですけども、じゃあやられた方にはどうなんですかと。これがね、まさにいじめの構図ですよ。見て見ぬふりをする人たち、それは子供たちだけではなくて大人たちにもいるわけですよ。確かに加害少年にも加害少女にも将来あるでしょ。そう思うんだったら、最小限の時に自分がどんなひどいことをしてるのかってことをね、分からせる、分からせなくても強制的にやめさせる、それこそ恫喝や罰則によってね、強制的にいじめの関係を断つ、こういうことをしなければならなかったはずなんですよ。それに全力を傾けるべきだったね。その職責があったはずなのに、それをせずに死んでしまった。残念ね、ああで終わらしている。しかもその後、ここの校長はですね、退職して天下りまでしているというね、で教育指導員みたいなね、そんな役職もついてるわけなんですよ。でこれを認めるね、この権利を与えた人事、それからそれを取り囲んでいる同僚、どういう心境をしてるんだと思いますよね。まさにこういった教育委員会、教員全員で総辞職するべきかと思いますし、大体こういうね、教育者といいますかね、教師といいますかね、そういった人たちに免許を与える、教員免許っていうのは何なんだと思いますよね。今の小学校、引いた中学校がある限り、数少なくなった子どもたちに未来はないなと思います。指導者が指導能力がない、そればかりか悪を隠蔽して道徳の観念もかけらもない、そしてですね、そこに関わっていない一般の教職員さんも、これに対して声を上げる方が非常に少ないと。自分たちの身内で起きたことになぜかね、見て見ぬふり、知らぬ存ぜぬを決め込むということに見えるわけなんですよ。むしろね、真面目にやってらっしゃる先生方、教職員の方、教育委員会の方、いや、依頼迷惑だよということで糾弾してほしいなと思うわけなんですよね。その中でね、こんな動きがありました。ちょっとご覧いただきたいんですけども、旭川の中二女子投資、市教育委員会が重大事件、重大事態認定、いじめの可能性指摘ということで、記事になったのはいいんですけども、まだ弱いですね。何がいじめの可能性指摘なんですかね。じゃあいじめがなかったらどうしてこの子は死んだっていうんですかね。重大事態と言ってね、気づくのが遅いと。重大事態っていうのは、重大になる前に、それこそね、まだぼやのうちに消し止めてこそ重大事件にならなくてよかったと言えるんですよ。重大事態どころかね、全てがもう完了してしまって、被害者の方は亡くなられて、加害者しかいない状態でね、いわゆるね、被害者が死んでしまって加害者が生きてる状態では、この世の中は加害者だらけになっちゃいますよ。いやもうね、記事を読むに値しないですね、もうここはね。いや、記事を書いてくださった方ありがとうございましたんですけども、今記事を読んだところで何も生まれないんで、怒りが増すばかりですね。これでもう一回言いますけども、こういったね、被害者が死んでしまって弱い者がいなくなってしまってね、加害者だけ、やばい人だけが生き残って、この世の中は悪の巣窟になっちゃうんじゃないですか。でむしろね、悪には滅んでもらって、いい人ね、こういった人を傷つけない、どちらかというと被害者
の感情を持った方が世の中を支えることによって思いやりのある社会ができるんじゃないかなと思うんですよ。これではですね、何の正義もないですよ。本当にね、今回亡くなられた方、そして亡くなってはいないんだけども死んでしまうぐらい辛い思いをされて今ね、いじめに向き合っていらっしゃる方、主に10代の男の子、女の子だと思いますけども、大人たちに相談しても結局は自分のことは知らぬ存ぜるで決め込まれてね、誰も自分の前に立ち上がってくれないと、そういうふうな大人への教育者への不信感が子供たちにあるから、余計にいじめられてますと声を上げられないんじゃないですかね。まあ、なんかね、面倒事があったら俺のとこへ持ってこいと私は言いたい、ね、もうぶちのめしてやらないといけないですね。はっきり言っていじめてる方に人権を認めるからこういうことになるんですよ。 いじめてる人には人権剥奪ぐらいの、まあ、そういうふうな制度があってもいいんじゃないですか。だっていじめてる方はすでに他者の人権を侵害してるわけですから、ね、そういう人たちを保護する必要はあるんですかね、うん、と思いますけどもね、どうなんでしょうかね。皆さんのお考え、またコメント欄で教えてください。